そう、友人は配信してるの知ったのかな、あのバレてるんで、団長はね自分からそのやってますっていうのは言わないんだけど、なんだろうね、なんかバレてんだよそうバレてんの、なんかそうバレたのも去年の11月とかに会った時に言われたんかな、なんか声歌い方がなんかそのそっくりな VTuber がおるみたいな、そうそういう話で、そうなんだよね、だからバレとるんです。そう歌声でバレちゃってさ、歌声でバレたのと、あとなんかなんで、でも普通 VTuber 見ないじゃん、その団長のその学び屋時代の友達は、まあそのなんだパリピとは言わんけど、まあ一人なんかパリピっぽい子おるけど、基本そういうあんまり VTuber とか見ない感じの子たちなんだよ。なんでバレたかっていうと、そのパリピの子はなんかそのなんだよ、ツイッターでかかげ先生を、なんか、かかげ先生のイラストのファンなんかな？そう、かかげ先生のイラストで、あ、なんか、白金ノエルっていう子がおるんやって言って、かわいいね、みたいな感じで見たら、なんか、あれ、その時何歌っとったんだろう。まあ、とにかく、歌声で、バレたっちゅうな。そう、ツイッターでバレた。で、その子が、ちなみにその子が、私あれ、あの子好きだよ、あの子、ノエルのさ、同じそのグループの、あの分からせられちゃう、あの海賊の子、あの子好きだよ。そう。あの、男女ツイッターで言ったよね。その子は、ちょっとマリン、宝生マリンのことを、あの、その分からせられちゃう。海賊のコスプレした分からせられちゃう子っていうイメージを持っとるらしく。いや、そこまで来たら、ちょっとマリンっていう名前を。覚えてくれやと思って、なんかイラストかな、その子は。主に配信も見てるけど、なんかイラストでよく回ってくるみたい。でもありがたいよな。だから それでね、団長いつも思うんだけど、ファーっと書いてくれてる人本当にありがたいなって。まあ大体合ってる。まあ大体合ってるっていうか、ほぼ無正解なんだけど、むしろ正解なんだけどさ。